0046 0046 0046と、あった、イヤホー、やったぜ。これで俺様も晴れて春から警察官だ。お前は、大丈夫、ポチ君はいい人なんだから、そのままでね。君は、あの子誰だっけ、ちょっとよろしいでしょうか。旅行者の方ですか。え、この町に住んでんだけど俺。何のお仕事。最近おまわりさんが多いな。ご苦労なかったね。警備体制の強化。ああ、もともと平和なのが取り柄みたいな町だが、最近それを逆手に取った奴らがサニータウンを経由して盗品を横流ししているみたいでな。何でもサニーコネクションとか呼ばれているらしい。へえ。それでここだけの話なんだが、うん、隣町でヤバい物が盗まれたって話でな、それがこのサニータウンに入ってくるらしくて、所長がピリピリしてるんだ。今度は何としても通過させるなってな。でだ、ん、お前んところのは大丈夫だろうな。え、何が。物の横流しに関わったり。何言ってんだ、タマさんたちがそんなことするわけないじゃないか。猫じゃなくてネズミの方だよ。え、クマさんが。クマさんはもちろん大丈夫だよ、もうとっくに足を洗ったって。だってお前の親父さんと約束したか。ああ、お前の親父さんはしょっぴいた奴らに慕われるんで、署内じゃ有名だったらしいよな。おかげで更生した奴も随分いたとか。ああ、そうだね。お前、まだ警官になりたいんじゃないのか。え、やだな、そんなわけないじゃないか。そうか。ああ、この辺で降ろしてもらえるかな。あ、ああ。いいのか、肉球者からだいぶ離れてるぞ。うん、ちょっと探し物でね。何探してんだ。僕に見つけてほしいって人。は？自分を見つけてほしいんだってさ。探し物屋さんへ、昔の私を探してください。変わりたかった頃の自分を毎日夢見ていますね。昔の私を探してくださいって言われてもな。君は一体誰なんだ。チュチュリチュチュリ。ただいま。おかえりなさい。おお、お前たち、ただいま。あなた、エディがまだ帰ってこないの。どっか寄り道してるんじゃないのか。お友達の家にも電話してみたけど来てないって。はい、ハゲタカが舞い降りた。あなた、どうかしたの。はい、はい、もちろんです、うん、はい、失礼します。あ、どうだった。今日中に届かなければレオーネさんは大変がっかりされるってさ。どうすんだよ。おい、警官がこっち来るぞ。くそ、ひとまずやり過ごすぞ。ヒマさん、さっきから何見てんの。あの人たちなんか変じゃない。な、別に。おい、どうなってんだよ。この町の警備は手薄だって話じゃなかったのかよ。知らねえよ、こっちが聞きてえよ。この物が時間通りにレオーネさんのところに届かなかったら俺たち偉いことになるぞ。噂では昔レオーネさんを本気で怒らせた奴が鋭い爪で引き裂かれたとかって。とにかくこいつを急いで町外れまで届けねえと。って言ってもよ、俺たちじゃすぐ警察に捕まりそうじゃねえか。
そうか。そうだよ。そうだな。じゃあ例えばよ、誰か俺たちの代わりのやつに運ばせるとか。あ、誰に？そりゃおめえ、どう見ても頭の悪そうな連中によ。例えば、あいつらや。君たちお仕事をする気はないかな。手伝ってくれたらこれあげるよ。結構です。うわー、キャンディー。ああ、渦巻き。あ、町外れの赤いベンチに受け取り人が待ってるはずだ。君たちはこれをそこへ持っていくだけでいい。そんだけ？超楽じゃん。ただし絶対に開けるんじゃないぞ。はい。絶対に開けるなよ。絶対だぞ。絶対開けません。あら、また会ったわね。学校のみんなとはもう会った？なんならこれから一緒に会いに行かない？私、学校はあんまり行ってなかったから、みんなとはあんまり。そう、まだ当分こっちにいるの？わかんない。ねえ、悩んでたことって解決した？まだ。早く解決するといいね。うん。そろそろ出るか。あんた、やっぱ考え直そうよ。何言ってんだ。今ならまだ手引けるよ。捕まってからじゃ遅いんだよ。心配ない。全ては計画通りだ。レオーネさんの仲間になれれば全て解決するさ。でも運ぶものってヤバいもんなんだろ。大きな仕事にリスクはつきものなんだよ。何の用だ？仕事だ。お前の腕で運び屋をプロテクトしてほしい。相変わらずそんなことをしているのか。三つ子の魂100まで習慣は変えることはできねえのさ。煮卵。卵は嫌いだったんじゃなかったのか。変わるものもあるのさ。俺が足を洗ったことは知ってるはずだが。いかんせんこの町ではお前以上の逸材を知らんのでな。俺、エンディ、仕事が済んだら返してやる。で、私に運び屋をサポートさせて何がしたいんだ？そのブツを無事依頼主の元に届けて警察どもの鼻を明かしてやるのさ。今さら、なんでそんなことを。お前にとっちゃあれもこれももうただの思い出かもしれねえが、俺たち反独連合はな、犬どもにされたことをきっちりお返しするまではゆっくり眠れねえんだよ。やれやれ、俺たちだって今じゃもうお前しかいないようなもんじゃねえか。なんか言ったか？別に。たちが引き受けたんだからさっさと済ませてよね。でも重いもん。これ何が入ってるんだろう。なんだろう。なんか開けてみよっか。絶対開けるなって言われたじゃない。さっきは言われたけどさ、今言われてないし。そういうのヘリクツって言うんだよ。ヘリクツ。じゃあ開けよっか。うん。周期センサーに反応あり。周囲に不審なトランクを運んでいる猫3名の情報あり。付近の現場捜査官は直ちに急行せよ。猫だと？チッ、ポチすまんが、お前の友達をしょっぴくことになるかもしれんぞ。どうした？運び屋に動きがあったようだ。急ぐぞ。サニータウンのメイン制御システムのパスワードはリビリビ博士の量子暗号化システムでプロテクトされてると聞いたが、ここからサニータウンの生活ネットワークにアクセスできるか。俺を誰だと思ってる。で、アクセスしてどうするんだ。サニータウン警察をかく乱して運び屋を援護してほしい。サニータウンの交通ネットワークインフラ制御システムをハッキングできれば。まあ足止めするくらいは可能だな。お前がプロテクトする運び屋はあれだ。どうした？あ、いや、聞いてた話と違うが猫が運ぶらしい。何やってんだあのバカどもが。もうダメだ。
ケースを捨てて中身だけ運ぶとかどうかな。中身捨ててケースだけ運んだ方が軽くね。そうだね。そうすっか。くせー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 バカなんじゃないあんたたち。やっぱ手で持つのは無理だね。そうだね。ほんとバカ。さすが来るぞ。おい追いつかれるぞ。よし。くそ。もうやっぱくせえ。だからなんで開けんのよ。ハットちゃんさ、臭いって分かってても嗅いじゃうことない？爪の匂いとかさ。嗅がないわよ。嗅ぐ嗅ぐ。嗅ぐよね。いい加減にしなさいよ。おい、また追いついてくるぞ。この辺の道は使えるな。どうするんだ。こうするんだ。おお、なんだ。飽きた。重い。でもちゃんと仕事しないとキャンディー重い。重い。もらえないよ。飽きた。二人が引き受けたんでしょうが。じゃあキャンディーもらってもハートちゃんにはあげない。いらないし。どうだ、なんとかな、間に合いそうだな。それ、落ちてたの？え？拾ってあげたんだよね。戻してあげるんでしょ？うん。パトリシア！君にお金借りてたよね。私貸してなかった。いや、君が忘れてるんだよ。私の好きな花、バーネット。この花の花言葉ってね、変化なんだ。ねえポチ君、私変われるかな。うん、君なら絶対変われるよ。ありがとう、いい人だねポチ君。いい人？うん、とっても。ひょっとして…必ず返すから、ちょっと貸して。え、ちょっと…間に合うといいけど…赤いベンチっつったよね。誰もいないじゃん。どうすんの？置いとく。キャンディーは？見つけた。本部より入電。運び屋は犬の男女2人組と確認。何？これでよし。猫じゃねえのか。来ねえじゃねえか。もう時間だってのに。ねえあんた、まだ間に合うんだよ。そんな危険な物を流すのに本当に手を貸してしまったら。今さら何言ってる。あんた、そんなことで人に迷惑かけたらもう仇の道には戻れなくなっちゃうんだよ。じゃあいつまでも田舎でくすぶってろっていうのか。いいじゃないか、田舎だって静かに暮らせるんなら。パトリシア、お前この町に来てから変だぞ。どうしたんだよ。俺たちをバカにした連中を見返してやりたいってお前だってずっと言ってたじゃねえか。こいつはレオーネ一家とつながるチャンスなんだよ。俺たちにもやっと運が向いてきたんだ。そうだろ。
あった！若い女の人、チェックインしてませんか？あんた、花言葉って聞いてピンとくるか？バーネット！なら、これどうやらあんた宛てみたいだな。どうもありがとう。変だぞ、とっくに時間は過ぎてるのに来ねえじゃねえか。あれか。あったあった。よし、あとはこれをレオーネさんのところへ運ぶだけだ。おい、何してんだ、行くぞ。探し屋さん。くそ、待て。なんてものを。しまった。あいつ何やってた。レオーネ親分、レオーネ親分、どうしてここへ。あんまり遅いから来ちゃったよ。甘さやコクがぎゅっと詰まって濃厚かつクリーミー、舌の中で奏でる生ゴミのように絶妙なコラボレーションが最高だ。さすがチーズの中のチーズ。レオーネさん、レオーネさん、俺ミシェルって言います。そのチーズ運んだの俺なんです。親分の仲間に入れてください。なんだお前、何やってる。レオーネ親分、何でもしますから、お願いします。近寄るんじゃねえ。タチは分かってんのかお前。レオネ親分。親分待ってください。捨て駒かよ。パパパパ。間に合わなくてごめん。ちゃんと見つけてくれた。だから私これから変われる。僕は警官にすらなれなかったっていうのに、なんで僕に。あなたいい人だもの。ポチ君はなんで警官になりたかったの。お父さんがいろいろな人を助けてあげててかっこいいなって。助けてるじゃない、ポチ君もいろいろな人。探し物屋さんとしていろいろな人を助けてるんでしょ。まあ、それにね、ポチ君が警官だったら私ポチ君に頼れなかったと思う。そろそろお別れみたいだね。ありがとう。見つけて欲しかったのは僕の方だったかもしれない。よ、お疲れ。あのチーズは何だったんだい。法律で取引が禁止されているチーズだよ。あのマフィアの親分の大好物らしい。だけど本人も直属の部下も手を汚さず、捕まえられたのは使い捨ての運び屋たちだけ。最初は運び屋が猫だって情報が流れてな、お前んとこの猫たちを探してたんだぜ。タマさんたちを。まさか。それよりお前、
秋の警官試験受けてみないか。所長もお前には一目置いてるんだぜ。いや、もう僕は警官にはならない。そうか。うん、なんかすっきりしたか、お前。うん、どうだろう。あんた方、昨日は何をしてたんですか。何って、何もしてないよ。嘘おっしゃい。何か運んでいたのは知ってるんですよ。何を運んでいたのか、この私に正直に言えますか。臭いチーズ、すっごい臭いチーズ。臭かった。すっげえ臭いチーズ。なんか知らねえ人がこれ運んだらキャンディーくれるって言ったのに。どっか行っちゃったね。よく知らないのに引き受けたんだから自分のせいじゃない。違うよ、あのおっさんが嘘つきだったんだよ。もういいです。変なおっさん。ポチさんご機嫌だな。なんかいいことあったんじゃない。